ホルトツリーホルトツリー解析とは、故障、事故の分析手法。JISC5750 から4から4、2011では、兄弟で、故障の機解析としている。JISZ8115-2000 では、ホールトの機解析を使っている。故障目解析ということもある。FTA は、JISZ8115-2000 で、買いアイテムまたは、外部事象。 もしくはこれらの組み合わせのフォールトモードのいずれが定められたフォールトモードを発生させうるか決めるためのフォールトの基形式で表された解析と定義している。また、FTA ではその発生が好ましくない事象について発生経路、発生原因及び発生確率をフォールトの基を用いて解析するとしている。すなわち発生頻度の分析のために 原因の潜在的な危険を論理的にたどり、それぞれの発生確率を加算し、基本的な事象が起こりうる確率を算出する。なお、FTA は望ましくない事象に対しその要因を探る、トップダウンの解析手法を特徴とする。これは、類似の踏みやボトムアップとは逆のアプローチになる。同じく国際規格であるヘイゾップは、どちらの手法の最初の段階で利用できるため、 トップダウン、ボトムアップのどちらにも対応したより、抽象的な手法であり、この3つの手法の組み合わせが従来発見できなかった、不具合の早期発見に役立っている。FTA は、1961年に開発された、ミニットマンミサイルの信頼性評価、安全性解析を目的として、その協力先である、ベル研究所の H.A. ワトソンのグループが考案した。これをきっかけに、 原子力プラント、化学プラント、交通システムなどに幅広く応用され、それぞれ一定の効果を発揮している。1990年に IEC61025 として国際規格になり、2006年に第2版を発行している。実数では C5750 から4から4、2011、リペンダビリティマネジメント第4から4部、 システム信頼性のための解析技法故障の機械析である。FTA では以下の手順によって事象の要因を解明する。FTA ではまずはじめに望ましくない事象を定義する。これを上位事象と呼ぶ。FTA 図では上位事象を長方形の枠で囲み、図の最上段に配置する。上位事象には機器の故障に限らず、火災、講演会の中止、登山の遭難など、 どのような事故でも設定することができる。その場合のホールとは、それぞれ火災防止システムの故障、公園会中止自由の発生、登山遭難防止システムの故障と考えることができる。上位事象は、その発生防止が可能な性質の事象でなければならず、自然現象を上位事象にすることはできないとするのが一般である。しかし、 その上位事象の発生頻度の解析だけを目的とする場合は自然現象を上位事象にすることもあり得る。トップ事象の過方にトップ事象の発生に関与する要因事象を系統的に、すなわち漏れや重複がないように列挙する。系統的に列挙するためには適当に中間事象を配置し、その下に基本事象を列挙するのが良い。中間事象は 複雑なシステムを対象とする場合には、下に向かって、一時中間事象、二時中間事象、という具合に階層に配列する。中間事象は、いわば分類項目であり、長方形の枠で囲む。例えば、横の関係として、左、中間、右とか、材料、機械、人、方法、測定とか、エンジン部、ステアリング部、油圧部、などとか、 システム全体をいくつかに分割した形式を取る必要がある。すなわち合計すれば全体になるようにしないと事象の列挙漏れにつながる。基本事象とは確率を見積もる事象であり枠で囲んで再下段に配列する。トップ事象と基本事象の因果関係をブール論理を用いて表現した故障目図を作成する。トップ事象を頂上に置き、 その下に一時中間事象、二時中間事象、などと階層上に中間事象を配置し、最下段に基本事象を配置する。上位事象 X の下に、下位事象 A、B、C などがある場合に、いずれか一つが発生すれば、上位事象 X が発生する関係を示す。論理記号を OR ゲートと呼ぶ。この場合、下事象 A、B、 C の確率を加算して上位事象 X の発生確率とする。また、それらのすべてが同時に発生した場合に限って上位事象 X が発生する関係を示す論理記号をアンドゲートと呼ぶ。この場合、下位事象 A、B、C の確率を積算して上位事象 X の発生確率とする。条件事象 B を満たす場合に限り下位事象 A が発生すれば、 上位事象 X が発生するという関係を示す。倫理記号は制約ゲートと呼ぶ。この場合、下位事象 A と条件事象 B の確率を積算して上位事象 X の発生確率とする。これらのゲートは記号で示すのが本来であるが、それぞれ、&、or、con などの文字記号を使っても良い。各事象の発生確率を求める。なお、 基本事象の発生確率を定量化することができない。または上位事象の発生確率の定量化が必要ない。場合はこの過程を省く。確率には性質の異なる頻度確率と状態確率の2種類がある。頻度確率と状態確率は相互に性質が異なるゆえに加算することはできない。相乗することは可能である。 頻度確率は、例えば、朝の出勤時に電車が動かない確率を評価する、時は、そういう日が1年に1日あるかどうかを評価するから、と、基本事象から上位事象に至るまで、全部の事象の確率を非単位で計算する。しかし、地震でビルが倒壊して通行人を殺傷する事象を考えるときは、ビルの倒壊と人の通過が同じ1分間に起きることを想定して、 アンドゲートの下に配置しなければならないから頻度確率全体を分単位に統一評価してから計算する。最後に作成された FT 図を参照しトップ事象の発生原因への対策を行う。上で求められたトップ事象の発生確率が目標を満足しないときには会事象の対策によってその確率を低下させる。中間事象として、例えば材料、機械、 人、方法、測定を列挙した場合、それぞれが妥当な確率値となるように、バランスを考慮して対策を講じる。機械の故障は1万年に一度の事象である反面、ヒューマンエラーは1時間に1回ほどあり得るというような、アンバランスな状態を解消して、過剰な確率を回避すると同時に過剰対策をも回避することが、FTA の基本的な考え方である。ありがとうございます。